運動というと、まあ、皆さん高校生ですから、部活動とか体育の、バスケットボールとかサッカーを思い出すと思うんですけども、医学的に言うと運動っていうのは筋肉が収縮することで、筋肉が縮むことで、この肘とか、指とかこういうのが曲がるというのがこれが運動ですので、皆さんが、普段何気なく行っているような、例えば、椅子を引いて座るとか、荷物を、下に置くとか、こういうのも全部運動なんですね。でこういう運動っていうのが、どういう仕組みで起きているのか、どこが指令を出して、その指令っていうのはどういうもので、それがどうやって伝わっていって筋肉に、伝わるのか、これを考えたことはありますか。例えば今皆さんがスマホに手を伸ばすという時ですね、まあ、指令というのは脳から出てんじゃないかというのは全く分かると思うんですけれども、スマホを見て、あ、着信があるなと思って、そして、まあ右手を伸ばす。でこれは非常に何気なくやってることですけれども、これ一個一個の筋肉を考えると非常に実は複雑なことをやっていて、こう肘をここまで伸ばす時っていうのは、ここの筋肉を緩めて、こっちの筋肉を縮めて、そしてある程度近くに来たら指を開く、これはここの指を伸ばす筋肉というのを縮めてるわけですね。でこれをいちいち考えなくてもできる、これっていうのはどういうことなのかって、すごい不思議なことだと思うんです。この仕組みを使ってですね、うまく利用したり、これをまたは邪魔してやることによって、いろんなことができるんですね。日常生活でも皆さん、例えば麻酔とか、アマゾンに住んでる人が使う吹き矢とか、あと、電気うなぎとか、全然お互い関係ないように見えるんですけど、これは先ほど言ったその運動の指令というものをうまく使って、いろんなことが起きているわけです。